ロベルト・ロハスは、チリ出身の元サッカー選手。ポジションは GK。1976年に、デポルテス・アビアシオンに入団。その後、1983年に、CSD コロコロへ移籍した後、1987年に、サンパウロ FC へ移籍。チリ代表でもコッパ・アメリカ等49試合に出場したが、ロハス事件により永久追放処分を受けた。 2001年に処分が解除された後はかつて所属していたサンパウロ FC でキーパーコーチ等を務めるなどしている。1990年ワールドカップの南米予選では前回優勝で予選を免除されたアルゼンチンを除く9チームが3チームずつ3組に分けられ各組1位3チームのうち上位2チームが本大会出場という形式でチリは ブラジルベネズエラがいるグループ3に振り分けられた。残り1試合の時点でブラジルとチリが勝ち点で並んでいたが、得失点差でブラジルが上回っていたため、チリは最終戦となるアウェーでのブラジル戦に勝利する必要があった。その最終戦はブラジル1-0で迎えた後半25分、ブラジル人女性客が発煙筒をピッチの中に投げ込み、発煙筒は チリのゴールマウス付近に落下した。この時ロハスはピッチに倒れ込み、頭部から大量に出血したことで担架に乗せられて退場。チリサイドは安全を確保されていない会場では試合をできないと主張して試合続行を拒否し、試合を無効として中立国での再試合をフィファに提訴した。しかし、 アルゼンチン人カメラマンのリカルド・アルフェリが投げ込まれた発煙筒はロハスに全く当たっていないことを証明する写真を撮影しており、その写真が試合翌日に公開された。また負傷は自身があらかじめ隠し持っていたカミソリによる頭部への自傷行為によるものであることがフィファの調査により判明した。この結果、この試合は没収試合となり、ブラジルの 本大会出場が決定した。またロハスは当時の代表監督及び医師ともにサッカー界から永久追放、チリサッカー連盟には罰金約10万ドルと1994年ワールドカップの予選参加権剥奪という処分が下された。ありがとうございます。